みやみが気に入ってたんじゃないの。Yes. どう？どう？聞いてるの？可愛くない？聞いてるの？可愛いけど、ちょっと特殊なデザインだから、ちょっと秋が来るのが早いんじゃないかな。大丈夫かな？秋が来るんじゃないかしらと思っちゃっただけ。ちょっと特殊なデザインなんでね。そのデザインは可愛い、短くて後ろが長いから肩抜いた時も可愛くない？可愛いから捨ていいよ、もう自分の僕はいらないです、もう脅されてるだけで。なるほどです。じゃあ分かりました、これは3人。大丈夫だ。大丈夫だ。逆に。可愛いね。ね。さあ、体にさ、カイロ貼っといてめっちゃ良かったんだけど、見て。手つめった。見ない、いらない、いらない。いや、本当にいらない。いらない、僕はユニクロとザラで時々ブランド靴。私、今のプラザじゃないよ、さっきのプラザだ。プラザそんなこと言うためだけに今立ち止まったの。あ、ホットだ。インフォメーション聞いてきて。エルメスはどちらですか？エルメスはどちらですか？こんにちは。かわいい。かわいいね、奥さん。若っ奥さん。すごい若い。離れてる。離れてるって失礼な。失礼な。はい、ですね。そう。今歩いたけど。
昨日見てくださったんですよね。はい、もう見てました。ありがとうございます。見てたばっかりなんで本当にびっくりしなんですけど、もうクローズになってしまって、明日の11時からオープン。お友達聞いたんですけど、チャンネルとかもクローズ時間が8時とか9時とかちょっと早まっていて、それでも遅くなったって言ってたね、クローズ時間。うん、でも11時ぐらいまで前はやってたっていうイメージがあったのに、10時半とかね。でも今ちょっと早くなっちゃったので、行事区っていうかお買い物を早めに済ませた方がいいかもしれません。レストランの地方8時閉店でしたからね。レストランで8時閉店、ちょっと早すぎない？早い。ってことはもうご飯しまっちゃうから、早くご飯食べなきゃ。ゆっくりしてる場合じゃない。そう、何食べてるの？何食べてるの？子供たちは美味しいお店を聞いたみたいで、お友達にハワイに住んで、はい、取り残されちゃったね。どうするの？